ゆりこたいがです。皆さんこんばんは。今回私一人じゃなく友達も連れてってきましたよ。はあ、こちらはタニャちゃん。タニャでーす。イエーイ。でこちらはカゴラちゃん。カゴラです。おお、多分私の動画ってさ見たことある二人ともね。タニャちゃんは一緒にカタニャとかに行ったりとかして、うんね、でカゴラちゃんとまあわかりやすいキルラキールの動画のチームです。でまあ三人ともコスプレイヤーですね。コスプレイヤー。で今日はまあコスプレ関係なく本当ピザパーティーにしたいなって思ってドミノピッツァにピザを頼みました。わあ、ピザじゃないなー。なんだこれ。ピザだよ。ちゃんとピザだよ。カラフル。めっちゃカラフル。はい。ピザでもピザ食べたっけイタリアで。パスタ多かった気がするけど。ピザみたいなの食べた。ピザみたい。あのね、シチリアはね違う。とりあえず。この形はなかった。あ、食べた。ゆり子がいないところで。あ、私がいないところで。ひどいな、裏切り者。仕事してたじゃん。裏切り者で。ブラックタイガーと、まあ、ミックス、ブラックタイガーこれで言うの、ね、ブラックタイガーと、ビーフのミックス。あ、だからビーフと魚一緒にある、ね。ブラックタイガーはこのエビのこと。え、ブラックタイガーというの？すごい。そうかもね。あ、そうなの。でしょ？ですよね。私、あった。あ、合ってる。私の名前はエビになってるな感じがする。じゃあ、とりあえず適当で食べようよ。食べようよ。こっちから話する？タイガー食べる？タイガー食べる？やっぱりピッツァと言ったらね、イタリアンってな感じしない？イタリアンだよね。食べていい？いいよ。これはイタリアン、うん、いやイタリアン行きたいよ。行って今度一緒に行こう。なるほど。なんではうまいこれ。そこまでえパンっぽいね。パンかよこれ。パン、ええ、どっか違う。違う違う。何が違うの？生地もう生地と厚さと、あとトマトソース足りねえよ。ないじゃん。全然感じしない。でも美味しいは美味しいけどね。アメリカで考えたら美味しいよ。アメリカで考えたら美味しい。厳しい。なんかすげえ肉が入ってる。めっちゃ日本の味がするね。あ、やっぱりドミノピッツァってさ、日本人から見ると日本っぽいピッツァ。なんかさ、肉が日本みたいな味する。じゃあさ、変な質問なんですけど、中国ってどんなピザがあるの？全然知らない。普通にこういうのハマってるよ。ドミノみたい？みんな。へぇー。あとは、なんていうか、ピザハット？あ、日本にもある。結構アニメとかコラボしてるよね。美味しい。普通に美味しいと思う。いや、美味しいけど、物が多すぎねって思った今。なんかね、でもね、イタリアのはめっちゃ多い。シンプルだね。なんかトマトソースがたっぷりで、モッツァレラチーズかマルゲリータも一番シンプルなんですけど、なんか味はほんと全然違うって思った。今ほんと全然トワトワ。こっちの方はもちもち。日本人もちもち好きだよ。もちイタリアの方がもっと遅い。食べたピッツァ、ちょっとパリパリしてたかも。やっぱり違う。本格のやつ。あとすぐできるよね。ん？すぐ作れる。あ、そう。確かに早い。5分で作れる気がしてた。あ、薄いからね。薄くて生地がそんなにないからポパってすぐ出てくるけど、結構これは時間かかった。20分ぐらいかかったですよね。これはマルゲリータ、この分だけはマルゲリータと言うんだね。全然マルゲリータっぽくねー。ピザって何？ちょっとトマト、なんでミニトマトがあるの？違うの？ミニト、イタリアのトマトが感じる。でかいやつね、でかいやつ。説明が何語や、説明になってない。とりあえず全部真っ赤でな感じする。全然する。ミニ、これ今、くそ。
こんな感じです。こんな熱いなぁ。なんかおいしくないわけではないね、うんうん、おいしくないわけではない、うん、でも心が泣いてる、うん、マルゲリータこれで考えたら本当ないねって思う。うわ、なんか、あ、心が、あーってなんか心が、味は違う。あとはね、ドミノピッツァ、あ、そう、これ甘いんだよ。あ、甘い感じる。イタリアの甘くない、全然。ミニトマトだから甘いんじゃない？あ、そうから、あ、そうかな、確かにね、うん、ミニトマト甘いんだ、今気がついた。うん、でもお腹空いてるから美味しくな感じする。美味しい2枚目、うん、もうお腹空いてる。いやね、あ、そう、タバスコかける？かける、うん、うん、辛いもの大好き。え、マジ、うん、かけないの？かけねー全然。でも辛いのが苦手でしょ。辛いのはもう苦手んだけど、ピッツァの上にタバスコをないよね。他にかけないの？かけにゃー、かけにゃー。辛いの食べたいときはペペロンチーノオイルを使う、ほら、ピューってオイルとペペロンチーノのミックスして。え、それ辛い味する？めっちゃ辛い。イタリアのペペロンチーノオイルがマジで辛い。本物のやつ、本当なんか一回ペペロンチ、え、終わっちゃった。前が持ってたんだけど終わっちゃった。本物のペペロンチーノパって食べてしまうと、マジで辛くて死にたいぐらい。死にたいぐらい。泣けるぐらい？泣く。でも中国人食べ、いや、死にない、私。ちょっと、今度はペペロンチーノオイルチャレンジしてみたい。なんか。やりたい。あれ、日本人でも辛いってあんまり、辛い文化あるんだっけ？日本は。日本は、中国とかタイとかそれほどではないけど、うん、好きな人だけ食べる。あ、でもわさびは違うか。わさびはね、確かに、うん、もう辛いとはちょっと違って、また別の刺激だよね。辛いっちゃ辛いけど、まあ、ちょっと変わった辛さ、うんうんうん、うん、変わってる辛さだね。タバスコね、イタリアはない気がする。え、じゃあどこ？イタリア、タバスコが置いてない。うーん。なんか今よく考えたら、ケチャップとかマヨネーズ何回見たことあるんだけど、うーん、でもタバスコにほとんどない文化かな。多分アメリカのやつだから、さすがにかけない。なんかイタリアはね、結構シンプルで。でもタバスコってメキシコの。あ、メキシコじゃないよね。あれ、入れちゃった、ごめんなさい。なんか私よりよく信じる。そういうことじゃないか、はっきり言えない。あれ間違えちゃった。っていうか、マヨネーズかける？かけない。無理。その味はめっちゃ。かけなくても美味しい。苦手。あ、本当、うん、あ、そうだね、マヨネーズ苦手。え、あ、何苦手か。うん、こっちは私は好き。好き、うん、でもピッツァの上にかけない。味が薄かったらかけてもいいかな。でもかけたことない。あ、そうなんだ、うん、やっぱり違うねって、いろんなことは違うね、うん、イタリアだとマヨネーズはね、ポテトチップスしかかけない。めっちゃ太るじゃん。おいおい、だから太りやすい私、うん、私はこれが一番好き。でもこれはちゃんとアメリカンって言うんだ。これサラミをかけてるやつ。食べてみたい。そうそう。食います。これ間違えなかったらサラミな感じ。ちょっと1個食べる？ちょっと2食べる、うん、ありがとう。サラミ美味しい。やばい。美味しいね。うん。これ美味しい。うん。うん。これはイタリアの味がないから、なんか新しいな感じする。美味しい。つら。え、イタリアのピザってサラミ乗ってないの？あるけど、イタリアのサラミ、うん、本当味は違う。すっごく強いし、あと大きい。すごくパッパッパ大きいかな。うん。いや、なんか味が違うけど、美味しいは美味しいよ。違う、美味しいさんだけど美味しい。うん。一番美味しいと思う。アメリカン。うん。ってな感じする。
よし、これでパーティー、ちょっとプライベートで続けたいなと思ってます。実はね、いろんなコスプレプラン一緒に考えて、次の撮影とか、次のイベント3人一緒に行きたいと思うから、これからもうちょっと食べて話したいと思いますが、ぜひ、2人ともの SNS もフォローしてください。ここの下に貼ってますなんですけど、なんか、普段何が使ってる ?Twitter と ?Twitter と、配信してます、最近。おぉ、生配信してます。おぉ、ぜひ。よかったら見に来てください。イェイ、あとは、2人でたまにオフ会とかもやってますので、よかったら遊びに来てください。おぉ、かこれちゃんはあんまりやってないけどね。いやー、やっぱコスプレは、ただの趣味で、まあ、とりあえず、めっちゃクオリティ高い。めっちゃクオリティ高い。ただの趣味ですげえ写真がパーパーパーって出て、おー。私の趣味は何だろうって。すごい。よかったらぜひ、彼女たちもフォローしてください。今日見てくれてありがとうございました。じゃあまたの次で。バイ、チャオ。